皆さん、こんにちは。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは、赤川花火というテーマでお届けいたします。私はですね、毎月月刊元気新聞というですね、私個人のニュースレターを発行しています。今月はこういった感じなんですけども、上のですね、一番広いスペースをですね、使ってですね、感謝、感動、首が痛い、赤川花火の巻ということで、ちょっとよくわかりません。赤川花火というのは山形県鶴岡市に赤川というとこがあって、そこで上げられる花火のことを赤川花火というそうです。で、以前から、鶴岡市のクライアントさんからも赤川花火はとにかく感動するんだという話は、聞いてはおりました。それで今年ですね、偶然にも秋山鉄工という会社の秋山修造社長からですね、ぜひ赤川花火を見に来ませんかということで、見させていただきました。それでね、花火を見て泣くっていうですね、意味がよくね、わからないかったんですね。それで、未だかつて花火見て泣いたということがなかったので、どのぐらいこう花火見て感動できるものなのかな、なんて思ってたわけです。いや、それでね、行ったんですけど、席がもうとにかく一番前だっていうこともあるし、あとですね、その赤川花火っていうのは、日本全国ですね、日本全国で、九州の方はいなかったですけども、花火師が集まってやる競技会なんですね。それで、やはり、花火師が集まるとかなり強力な花火がいっぱい上がるということでですね、本当にね、感動してしまいました。それで一番前なので、首をですね、こんなもう上げて見るぐらいなので、開始5、6分でもうすでに首が痛いという状況なんですね。感動してるし、もう首は痛いし、みたいな。で、途中ちょっとポツポツと雨が降ってきたんですね。すぐ上がったんですけど、本当、良かったですね。雨が土砂降りにならなくて。それで、音楽がね、またすごいわけですよ。花火と一体感になって。で、聞いてみたらですね、その実行委員っていうのが赤川花火の実行委員っていう人たちがいるんですけども、そういう人たちと花火師さんがものすごくですね、綿密に一生懸命打ち合わせをするそうなんですよ。そういうのも、一概にですね、花火師さん任せではないっていうね。そういったこともありまして、本当にもう人でね、ものすごい人だったんですけども、これ行ってよかったなと本当に思いました。で、ただですね、皆さん方にもお勧めしたいんですけども、なかなかですね、席のチケット、特に有料席のチケットが取れないということらしいんですね。もうすぐ発売と同時に売り切れるぐらいの勢いなんだそうです。なので、もしでしたら、ツアーもなんかあるそうなので、ツアーでですね、新潟からだと電車で、もう日帰りなので、比較的行きやすいと思います。ツアーを申し込まれていくのをお勧めいたします。ということで、今日はですね、赤川花火ということをテーマにお話をさせていただきました。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。